おーとつです、酔っ払いアカでございます。今回はね、凱旋ガチャもうフルぶっぱしていきたいと思います。魔の弾が22連分とゴールデンジャンボ77連、さらにあの武器ガチャ80連ぐらい引けるのかな、まあ、めちゃくちゃ引けるわけですよ。いやほんま楽しみだね。いやこれから引いていこうと思うんだけれども、これテンスラコラボもね今来てるわけですよ。こちらの話も少しさせてください。はい、でまあ5キャラなんだけど3キャラがテンスラキャラということで、リルムミルムシュナということで大好きな3キャラですよ。はい、僕はねリムル狙いで引いていこうかなと思うんですけれどもね、やっぱコラボガチャってもう全員コラボのキャラで来てほしかった。もうベニマルとかも俺大好きだったしね、まあ2キャラ白猫キャラっていうのもいいんだけれど、あのルカとソアラね、でルカがねめっちゃ可愛いんですよ、ルカがめっちゃ可愛いんで、もうちょっとルカも欲しいんですけれども、まあコラボガチャはもう全員テンスラの世界観でね攻めて欲しかったねっていう思いはあったんだけど、まあとりあえず凱旋ガチャで明日のテンスラガチャリムル出るかどうかの運試しということで引いていこうかなと思います。で武器ガチャとあのキャラガチャどっちから引くか迷ったんだけど、キャラガチャからいきましょう。魔の弾22連回せるんでこっちから行きましょう。で魔の弾で言うとシェリル持ってないし、ダグラスも持ってないんですよ。さらに言うとアイシャも持ってなくて、まあ一番狙いのティナとかは持ってるんですけれども、なおかつ誰だっけなあれ、レイチェルとかシルビアとかもいないんですよ。なんでそのあたり持ってないから来てくれたら嬉しいなっていうのはあるんだけど、俺ね最近ね見てスタールーン32個しかないの。スタールーンめっちゃ枯渇系なんですよ。なんでスタールーンとかもワンチャン出てくれたら嬉しいかなというふうに思っております。6無料だよね。オッケーオッケー、いきやす。10連目ゴイで、キャッシュがね切れちゃってるんでロードは入るんですよね。いやめっちゃロードするやんな。えまだロードしてる。てかこれめっちゃオトラグしてない、もしかしてロード入りすぎて。金何個来た ?1,2,3,4,5,6 ぐらいかな。なんかこれで来ちゃったら来ちゃったで明日出ない気もするし、なんか前回の凱旋のガチャがめちゃくちゃ良かったからね、今回どうなんだろうっていうところがあるんだけど、てかさ今回のテンスラのさガチャなんかルカがめっちゃ、あスタルンありがとう、スタルン嬉しいね。ルカがめっちゃ強そうじゃないですか。なんかテンスラ、おいスタルンありがとう。テンスラ枠がねなんかどうなのみたいな感じなところは気がするんだけど、いやでもとりあえずねリムルは欲しい、なんだったらミリムも欲しい。ミリムも好きなんですよね。まあ一番はリムルなんで、リムル出たら撤退しようかなとは思ってはいるんだけどね。とりあえず、魔の弾ラスト10連ということで、ここからは、これ引いた後はゴールデンに行きますね。どうだろう、なんか新キャラも欲しいけどスタールーンも欲しいっていうこの強欲な感じでもスターにはうまいよ、頑張るよ。普通に間違ってジュエル使ってねえよ、大丈夫だよな。いやロード入んだよな。どうだろうな、借金数えるか。え金率多くね、1,2,3,4,5 あ5か、そうでもねえな。えゴールデンジャンボが楽しみすぎるんやけど、あれだって全部金で来るんでしょ。本当にあれ全金で来るの。まあ武器ガチャはディーン持ちが来てくれればいいかなっていう気がするんだけど、まあこれはダメか。ちょっと前回完璧すぎたもんな。なんかテンスラの方はリムルがなんかライガを召喚していくみたいな感じで S に打った時にそれに反応してデスストーム打ってくれるみたいな。欲しいやんそんなんな、テンスラ見えたらね。いやでもベニュアルも使いたかったなっていう気はするけどね。じゃあとりあえず、これで魔の弾22連分はもうスタルンありがとうございますの回ですね。でこっからがゴールデンジャンボっすよ。でゴールデンジャンボ俺ねあのユベル出んのかなと思っとったんやけど、ユベル出ないんですよね。これめちゃくちゃなんかライブ配信でバカにされたんやけどユベル出ねえよみたいな。でもここで言うとでも本当にもうある程度主要なところはなんとかあのおかげさまでゲットしていけてるんで、
あのね、欲しいところで言うと、ね、なんかやっぱセレナとか ルンバのセレナとか、あとはルンバのシルビアとか、あとはレイチェルとか地味に好きだから、もそのあたりなんよね。ルンバ系なんですよね。ただまあ新キャラ持ってないキャラもそれなりにいるんで、新キャラ出てくれても嬉しいし、スタールーン出てくれても嬉しいっていうガチャを77連回していけるという感じですね。とりあえず10連目いっていきましょう。こっちね。で、まあ、10連目というか、さっきと合わせたら33連目になるんだけど、まあ行こうか。どうだろうね。でも新キャラ来てほしい説はある。なおかつスタールーン振ってくれたらなお嬉しいみたいなところはあるよな。へっ、おい、全部金やんって言うと思ったけど、これ全部金なんやな。うわ、でもハイルームうまいな。いや、ほんまに全部金やん。すごっ。何これ。あっ、サヌンありがとうございます。リーナスターは嬉しい、本当に嬉しい。スター枯渇しまくってたからね。いや、でもこれさ、77連引いたら、おお持ってなかったら嬉しかった、持ってなかったら嬉しかった子が来たな。俺が好きなキャラですね。はい、スタールーンですね。はい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 、クラウディアね。ということで、あと66連回していけるんで、でもスター2はうまいんじゃないですか。でもここでさ、キャッシュ金内で引いてるとテンスラガチャでキャッシュ入んなそうな気がする。いや、ほんま全金や。え、こんなんいいの。すごいな、これな。マジ？はい。冒険するにゃ。はいはいはい。紹介しておこう。よろしくお願いします。楽しい、これ。こんな金ばっ。わーい！あいー！どこへでもお楽しみ。いや、めっちゃ、すごいな、これな。スタールうまいな。研究室ありますか？スター2位来たぞ。これあと5回引けるん。いきます、新キャラカモン。一応キャッシュまだ入ってるからね。あるよ、これ新キャラあるよ。だって77連さ、全部ゴールデン引いたら、よろしくお願いします。はい、よし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 。お待たせ、モンモでーす。容器に計らえ。あ、間違って押しちゃった。うわー、間違って押しちゃった。愛車キツさん、弓愛車キツさん、間違って押しちゃった。いきます、あと44連分いけます。え、なんか新キャラ欲しい。ここまで来たらスタールーンとかも、もういいいいいい、もうここいいよな、タップしちゃって。だって全部金なんだもん。おら、エレノア、すごいなこのガチャ。全部金。はい、これ強くじゃない、これなんだっけ、チャグマ、これ強いやつやん。名前が今ちょっとド忘れして出てこんへんけど、共に戦わせてください。あれ強いやつよな、それなりに。なんだっけな、ちょっと待って、刹那、そう、刹那忘れるのはやばいよな。刹那忘れるのってどうなのって思うよ俺はね。みんな気をつけて、刹那とかも名前忘れちゃあかんから。でもこれ刹那強いやつよな。俺持ってないから、め、全然もう調べないようにしてるんで、欲しくなっちゃうから。多分ね、でもね、これはそれなりに強いやつだった気がする。今の環境だと微妙だかもしれないけど。うわ、でも新キャラ来てくれた。いいんじゃないでしょうか。そう、切ない。とわは思い出せたんだけど、切なは思い出せなかったな。切ないな。え、よし、行こう。 あと30年いける。うわ、なーにこれ、貯めて引くとめっちゃ楽しい。これ全部無料で引けるんだよ。ジュエル使ってねえよな俺な。無料で引いてるよね、ちゃんとね。でも全部金やから無料のやつやな。よしよしよし、もうちょっとびっくりした。か、髪切れっていうのやめてね、今俺伸ばしてるから。
誰に何を言おうと伸ばすから。はい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 、シルビア。とりあえず刹那来たからね、まあ、新キャラゼロっていうのは回避できたからもうだいぶいいんじゃないですか。お前の力だ、ある程度持ってるからここで新キャラ引いていくのって結構難しいと思うんですよね。いやかむごむ、おいはいはいはい、こいつも名前忘れちゃった。お前の力見せてみろ。いやこいつは思い出せないでしょさすがに。スターありがとうっていう感じで、もあでもまああと2キャラぐらい欲しいな。新キャラシルビア・レイチェル、あとルンバ・アイシャいるからね、まだまだいるよ。だって引いてないの。この日のためにね、一気にぶっ破したいがためにね、残しておいたからね。でもここで神引きしすぎるとなんか明日のガチャ出ない気がするから、明日というか今日か、今日かもしんないけど、動画アップされてる時はよろしくお願いいたします。ダメじゃダメだよ、でも収穫してやら、共に戦わせてください。なんか新キャラ欲しい。いやでもこれ全部入るんでくるの。うおーい、シエラちゃん来たね。ドラライシエラちゃん、とりあえずスター1か。まあうまい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 、まあ、スター1来てくれればいい。全敗じゃなければ全然構わんよ。もうラスト早っ、怖いなこれ、マジ怖くない？もうだってこれで何連してんのよって感じじゃない？もうだって88連ぐらいしてない？してるよね、そういうことだよね。これジュエル使ってたらもう溶けんのこんな、あっという間ってことですよね。やべえなマジで。ああもう引いちゃった、もうラストなの、サクッと引いちゃった。タダだしね、タダガチャなんてこんなもんよ。本番はあれだから、テンスラガチャやから。でも、まあ、正直本当に欲しいっていうキャラがあのぶっちゃけいないんですよね今。もう一番欲しかったのユベルやから、今俺が一番今欲しいのユベルなんですよ。なんで本当スターとかかき集めてくれる、なおかつ持ってないキャラ来てくれたら嬉しいかなっていうところなんだけど、はい、トワちゃん来ました。え、セットできた？サモンカードを始めてみました。サモンカード版のトワ、はい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 、スターありがとうございます。実際めっちゃかっこいいよ。よろしくお願いします。うわでも新キャラ2位来た。いやトワも嬉しいけど、このトワ、このトワってどんな画面、大丈夫、見てる見てる、はい、あトワ来たね。うわこのとはわかんねえ、多分騒がれてないもんな。ルンバ基本強いけどこのとはに関しては俺全然効かんもん。カルマも来てるしな。カルマは何のガチャで来たんだっけな、最近来たんですよねカルマくん、最近来てくれたんですよ。コメント欄でぜひとは使ってるよっていう方、あとはいい感じですよみたいなのがあったら。いやでもルンバはもうクロカさんとティナさんおりますからね、どうなのかなっていうところですね。来てくれたけど、よしあと10、あもう終わり、あ終わりですね。えでもなんかまさかの苦情コンビが来てくれましたねっていうところでございますでしょうか。でもなんか最近こういうのあるんだよな、わかる？俺の見てる人なんかこういうなんかキャラ降りてきたら武器もセットで落ちてくるみたいなのとか、なんか刹那落ちてきたらトアも落ちてくるみたいな、なんか そういう感じがあるんですよ最近。うん、いやでも新キャラね2はね嬉しい、僕の所持率で新キャラには嬉しい。ただねルンバのねレイチェルとかシルビアとかがよく言うんだったら欲しかったけど、マスタールーンもそこそこ落ちてくれたし、新キャラねトア刹那ゲットしていけたということで、多分刹那はねまだそれなりに強いんじゃないかなっていうところで、星5で降ってきてくれてますしね、思います。はい、まあ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 、良くもなく悪くもなくっていうところで、まあ次のねテンスラガチャはね、えいってなる、よく良くもない悪くもない、テンスラガチャみたいな感じで多分来ると思うんで、
テンスラガチャはね、ぜひ期待しててくださいっていうところで、最後ね、武器ガチャだけ引いていこうかなというふうに思う。武器ガチャってどこで引くの？どこで引くんだっけな。